皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。俳優の瀬戸康二、メルルことぬくみメルが、BSTBS、美しい日本に出会う旅、毎週水曜極時、の8月7日、14日放送会に出演することが決定した。普段の放送でナレーションを務める瀬戸は、自身が旅に出る今回の特別編で一緒に旅する相手としてメルルを指名。TBS 系ドラマ、 くるり誰が私と恋をしたの2人が再共演し高知県を巡る写真まるでドラマの続編2人きりのほっこり高知旅2人は高知県の豊かな自然の中特産品や名物料理今も根付く文化を体験していくまずは日本刀で物を切る武道抜刀道を体験伝統的な東方の神髄に触れる 高知は瀬戸の大好物さつまいもが特産物ということもあり芋けんぴはもちろん農家の人に教えてもらいながら芋掘りを体験土佐紅を使った料理にチャレンジする土佐市では和紙の手すき工房を訪れ土佐和紙のタペストリーやランプシェード作りに挑戦その他新鮮なカツオを使った料理や高知名物の屋台餃子など地元グルメも堪能する 瀬戸康二コメント、旅の相棒にメルルを提案したのは、ドラマ共演を通して内面を知って、いい意味でこの番組っぽくなくて面白くなるのではと思ったからです。実際に旅してみたら、ドラマの現場でもそうでしたが、いつも楽しそうなんですよ。だからこっちも気持ちが乗せられて一人旅よりも何倍も楽しめました。和紙工房で作業をするメルルの真剣な眼差しや、 地元の方と会話するときの無邪気な笑顔は、ドラマではなかなか見ることができない姿だったので皆さんにとっても新鮮なのではないでしょうか。今回の旅で一番すごいなと思ったのは天気です。梅雨真っ只中のロケだったので、もちろん完全な雨予報。それなのに晴れたのは奇跡だと思いました。ロケ先で印象に残ったのは戸沢市工房でのものづくり体験です。 手仕事は一期一会。その時の気分が作品に反映されるので、あの瞬間にしか生まれないものができたと思います。碁から作品を見直した時に、鮮明にその時の記憶が蘇るというものが作りたい。と思いました。視聴者へのメッセージ。本当に心の底から楽しんだ旅でした。高知の魅力はたくさんありますが、 僕たちの旅で少しは皆さんに高知の魅力をお伝えできたのではないかと思います。これからも日本全国にとどまらず、もしかしたら世界のどこかへ旅するかもしれないよ。わら。ぬくみめるコメント。今回、瀬戸さんの二人旅のお相手としてオファーをいただいたときはとても嬉しかったです。まさかドラマが終わってからも、小じじ、瀬戸、に会えると思っていなかったですし。 ドラマの役の孝太郎さんではなく、小じじとして一緒にお仕事をするのが楽しみで嬉しかったです。今回の旅で小じじはどんな時も引っ張ってくれて、すごく安心できたし、無邪気に切り絵をしている姿はとても新鮮でした。小じじはどんな時も変わらないというか、常に落ち着いているので大人ですね、笑。コーチの旅はすべて楽しかったのですが、 一番印象的だったのはコーチの人の心の温かさです。温かくて、でもいい意味で個性が強くて、今回のロケのためにスタッフさんが用意したのかな。と思うくらい楽しい方たちでした。わら、私にもこんな才能あったらいいなと思うくらい、皆さんから温かくて面白い刺激をたくさんもらいました。視聴者へメッセージ。 この旅を見ると落ち着いてほっこりした気分になれると思うので何度も見ていただきたいです。特にせかせか毎日忙しい方はこの旅を見ると落ち着けると思います。わら。瀬戸、めるるのことじゃん。ぬくみ、はい、私は何回も見ます。わら。プロデューサーコメント、TBS スパークル渡辺織へ。瀬戸さんに、今回は誰と旅をしましょうかと相談したら、めるる。 とのお返事が、瀬戸さんのお相手といえば年上の男性というイメージがあったのでちょっと驚きでした。兄弟みたいな関係なのかなと思いながらロケが始まったのですが実際は父と娘でした笑。瀬戸さんがどんな場面でもぬくみさんを心配しサポートしエスコートする関係終始リラックスした2人旅はほのぼのオーラ満載になっています。 スタッフを交えての夕食時にも、瀬戸さんがぬくみさんの相談に乗るなど、どんな時もぶれないお父さんぶりを発揮。とっても微笑ましかったです。こじじあめルルのコーチ旅は可愛くて、優しくて魅力満載です。ほっこりした気分になれること間違いなしなので、ぜひぜひお楽しみに。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。